はいどうも長ですじゃあ今度はね、えー、ジャニ問題。でもなんかこの外野の話ですかね、結局はねいつも通りですけども、うん、なんかよく分かんないですけど最近この件でこの田村さん、田村淳さん、論文のね、田村さんがなんか昨日、今日ぐらいかな、なんかこのツイッターで電話番号を公開したっていうのが話題になってて。 なんでそんなことになってるのかちょっとよくわかんないですけどね、うん。っていう話だったりとか、あとはまあ、なんかその、テレビ局とか、メディア、えー、あるいはこのスポンサー企業のこの、要は他人事の続きですかね。あとはなんかこの、白羽さんっていう、このなんか裏ボスが出てきたみたいな話、うん。ジャニーズ事務所の元幹部自宅に、みたいな直撃取材をこのかましたメ,メディアがあったらしくてね。うん あ,あとはなんかそうだなあ結局はなんかね我々からすれば、ね、もう誰か口開いたって、うん、結局この当事者じゃん、ね、君らも当事者じゃんあなた方も当事者じゃんっていうそんな風にしかならないんですけどね、うん、まあいいやとりあえず順番に見ていきましょうかね田村さんなんで電話番号なんか公開したんだろう <laughs> えーと僕はジャニーズ事務所が記者会見してからずっと一貫し、企業の危機管理の観点から、ジャニーズ事務所は社名変更した方がいいと発言していますと。社名を残す場合は被害者の救済保障、心のケアに徹する会社にした方がいいのではないかと発言しています。が、ここに来て、えー、ジャニーズ事務所を叩くの、所属タレントを叩くなど、ね、バリ増言が寄せられるようになりましたと。ああ、田村さんのところに。へえ、なんだろう、ジャニオタ、ジャニーズファンの人なのかな。 えー、中には、うちの娘にも、えー、娘はキンプリのファンクラブに入ってるんですが、ファンクラブ大会しろ、同じファンとは思う、ああ、やっぱそうなんだ、ジャニーオタどもが、こうなんか、このジャニーズに対して厳しい発言、態度をとってる人に、今、殺到してるんだ。<laughs> そういえばなんかねなんか、まあ、ファンからしたらそうなるのか、よくわかんないですけど、この、えー、不買運動みたいなことをしてたりもしましたよね、確かこの人たち。ね。 恥ずかしいと思いましたけども <laughs> まあこれもある意味半島流だったりするのかな、うん、じゃあ失敗するな、うん、なんかねこのサントリー、えー、CM 外されたこのなんか報復みたいな、ね、彼らはそういうつもりらしいんですけども <laughs> だいぶずれてるよねうん球団するんだったらそこじゃないじゃんと思うんですけどもねうんまあなんだろうやっぱり許せないんでしょうなあの人たちからするとねうん でまあ、なんかこの屈辱的な命令っていうなんかこのいやテレ朝が、ね、このマスコミがメディアがあこのジャニーズから、ね、不当にこの圧力をかけられていたんだみたいな,なんかこの自己正当化と被害者面みたいなもんですかね <laughs> いやいやいやお前らも散々、ね、忖度しながらこの、ねうん、甘い汁吸ってた側じゃねえかよって思いますけどね、うんえー、テレ朝がね えー、被害者連れでジャニーズ事務所から屈辱的な命令を受けていたみたいな何言ってんのってお話だよな、うんえーまあ、なんかあれかな圧力を受けていたっていうんですよね要はこの会見の後かあのか謝罪会見、うん、でそのあ、えー、こで藤島ジュリー景子前社長が 今回は仕方がないですけど、これがずっと続くようだったら対応を考えますっていう、なんかこのジャニーズ,ジャニーズの,このタレント以外の,この男性アイドルを、M ステにこの起用することになったっていう件に対して、このジャニーズ枠みたいな、うん、そもそも会見では、忖度とか圧力とか、ね、この否定、不養、そういうふうに公言していたのに。うん では結局もうね、速攻吐いた唾飲み込んだ。でもさ、結局さ、結局どいつもこいつもじゃん。うん。ねだからもう知ってましたって言ってるこの個人の発言も含めて、ねでもこれもどういうわけか、ね、仕方ないじゃんつってって擁護する、そういう捉え方をしている、だからみんなジャニーズの被害者だっつってる人がいるんですけど、そうですかね、被害者なんですかジャニーズっていうか、あの、ジャニー喜多川氏の。 みんんななジャニーの被害者なんだってタレントテレビ局スポンサー企業界隈のやつらみんなジャニー喜多川の被害者なんだってそうかまあなんだろうそれぞれねこのコメントを求められたからコメントしたっていう人も当然いるだろうしまあそれぞれの立場でいろんなこの解釈もあるしねそれぞれ言い分があってねなんかそれを主張するのは 別にいいと思うんですけどもじゃあそれを聞いてどう受け取るかっていうのも我々の勝手ですからね。うん。だまあ僕個人的には別にこの田村さんだけはどうこう言うつもりはないです。ね。他の人にも全部ひっくるめてですけども、もぶっちゃけもうどの口で言ってんのっていうのが大半だと思うんですけどね。僕は少なくともそう受け取ってます。うん。ね。だって芸能人もね、芸能界に携わる人間、ね、芸能人も。 ねまあ、テレビ業界テレビや界隈の人たちもだからまあ局のねこのスタッフとかアナウンサーとかも含めてですよ、ね、でそ,れをそれらをスポンサードしてきたこの企業も、ね、だからもうこの界隈ね全部ひっくるめてですよドイツもこいつもみんな知ってたわけだろ、ね、だって我々一般のそ,こその界隈に直接携わっていない一般人ですらねなんとなくではあるけど知ってたわけじゃないですか。 でそれを今更まるで他人事のように、あるいは己の首取ったかのように、ねうんまあ、批判を、ね、この直でドストレートにジャニーズ、ね、このタレントだったり事務所だったりなんかしらこの批判している人もそうだし、ね、擁護している人もそうだし、ね、この距離を取り始めた、ね、このテレビ局だったりあとはこのスポンサーの,この企業もそうだけども、うん、全員分かっててつるんでたんじゃないのだって。 ね、例えば今まで散々ねこのジャニーズの,このタレントさんたちとも仲良く絡んでさ、ね、楽しく芸能活動していた人たちがさ、ね、被害者の心のケアなんて口にするのがまあ白々しいとしか言いようがないんですけどねそう思いません僕はもうそう思うんですけども。 だからどこの誰が、ね、うん、それが仕事でそれが役目だと言われればそうかもしれないですけども、ねどんなコメント、どっちに向かってどういう論調で吐こうが、ね、もうおゆにしか受け取れないんですよね。うん、まあ、黙っても批判されるしね、口開いても批判されるしね、めんどくせえと思ってんのかもしれないですけども、内心じゃ。うん まあ無理やりまとめさせていただくとするなら、ねこのジャニーさん、もういないんでね亡くなっちゃったんで、じゃあジャニーズ、その残党ですよね。あの一派がねこの幹部連中、幹部だかコンブか知らないけど、あの連中がすべての罪かぶって消えてくれれば、ねこの芸能界隈、テレビ界隈、ね、企業も含めて今までどおりこの知らんぷり。 綺麗な振りし続けるることができるから例えばこのタレントさんの一人のねこの田村さんにとってもそれが一番おいしいんでしょ楽だし面倒じゃないし自分傷つかないしだそれがねジャニーズファンジャニオタの人たちからすればトカゲのしっぽ切りねなんでジャニーズだけがダメなのよってね、他の女性のタレントグラドルアイドル使ってるあの事務所だってこの事務所だってあいつらだって一緒じゃないのもっとひどいじゃないのよって見えるんだろうね 彼らからかすれば、うん、まあそんなのも含めて全体をこの見させてもらって我々一般人にとっちゃどうでもいい話だようんまあ付け加えさせていただくんだったら僕個人的にはこの界隈ってほら反日売国税の巣窟の一角じゃないですかまあまあでかい山ですよねうん一掃する方向に使えるんだったら片付けてもらいたいですけどうんどいつもこいつも根こそぎうん ね引きずり落とせるやつらはもう片っ端から引きずり落としてねうん吊るせるやつらは片っ端から吊るしてぶち込んでもらえるねえそこまでも,う,もう,なんだろう大掃除始めるっていうそのきっかけにねなるんだったら徹底的にそこまでやってもらった方がいいんですけどまあそうはやらないんだろうなうん関わってるやつらがあまりにでかすぎて多すぎてうんだからまあ一言で片付けさせてもらうとどうでもいいなんかこの内輪でわちゃわちゃやってるようにしか見えないんだよねうん どいつもこいつもなんか芝居がかって白々しくしか見えねえし、うん、はい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 って、まあ C で言うとやっぱりこの被害者面の会がこの金にたかり出して、ねえ、うん、そこになんかこの支援団体、ね、立ち上げて、ね、この抗金注入チュッパチャップススキームを1個作ろう、2個作ろうみたいな、そういう動きになり始めたら、ちょっとそこは突っ込ませていただかないとだめなのかなってところですけどね、うん。っていう感じです、僕個人的には。うん。 ということで今回は以上です